探したけどなくて、結局あそこみたいな感じとかあったんですけど、なんかもう情けなくて家の中にいるのに携帯なくしてるんですよ。でもこう Bluetooth のイヤホンをまあジャーンってつながるんですよ。まあそりゃ家の中にあるからね、まあ、つながるんだけど、なくす寸前まで私音楽聴きながらラビリンスやってたんですよ、携帯で流しながら。だから再生が多分止まったままだったから、ポチって押したら考えたってわからないしでよろしくが流れ出してあーそれでとりあえず精神を保ってました。あ絶対家の中にあるから、絶対に家の中にあるから大丈夫って思いながら、まあ、掃除機かけました。一旦ね、一旦掃除機、まあ、夜のねめっちゃ一番ちっちゃい音でね掃除機かけて、あで探したんだけど、まあ、一ついいことがあったのはめっちゃ部屋が綺麗になりました。家が家全体を探したからめっちゃ家が綺麗になりました。出してこう整えて、うん、そのためやったんかってぐらいに綺麗になりましたね。お家が良かった。あ冷蔵庫も3回ぐらい開けました。冷蔵庫、野菜室、チルド、冷凍庫、一番下の冷凍庫全部開けました。全扉を開けた。氷も開けたよ。ないのよね。とか電子レンジの上とかウォーターサーバーの上とか、そのポンって置きやすいとこにもあるんかなと思ってあったけど、ね、ないし、自分の棚とかも開けちゃいましたけどね。とかあのね、あの自分の棚の上のコレクションみたいなとこがあるんですけど、そこも全部絶対ないですけどね見てないなって思って、私洗濯機の中も探しました。1回いや2回ぐらい私 iPhone 洗濯したことがあって、もうこの時点もちょっとやばいんですけど、もしかしたらあるかもしれないと思ったから全部探し全部出して1回でもないんですよ。もうここにあってくれよって思うぐらい、もうどんな変なとこでもいいからとりあえず見つかってくれれば私は嬉しいから、それもこそも冷蔵庫にあったとしても洗濯機の中にあったとしてもお風呂にあったとしても私は許すから許すから、あの会ってくださいっていう感じだったんですけど、まあまあまあなくてね、大変でしたね本当に。し助けを求めたくても携帯がないから誰にも助け求められなくて、で家族もみんな寝てるし、まあ、唯一残されてたのがこのお姉ちゃんの iPad と、あったからね昨日 iPad と、喋りすぎてカラカラiPad と、まあ、パソコンはねあるのよ自分の。とりあえずこの iPad で iPhone なく家の中でなくした見つける方法みたいな感じですけど、そのそっちを探してちょっとおかしいんですけど探して、そしたらそのパソコンからできるかもしれないみたいな、その iPhone を探すっていうのは知ってたんですよ、もともと知ってて、でもパソコンでいけるよみたいな、 iCloud からなんかログインしたらいけるよってなって携帯あパソコンをやって見つけてログインできて見つけたんです。情けないふみの下半期もはるちゃんしか、ありがとう6月13日ありがとうございました。あこちらこそありがとうねちょっとね聞いてよどうしたのね携帯のなくしてたんだけどって言ってあそうね確かになんかはるたん来ないのおかしいなって思ってたよって、そう私すぐ気づくタイプなんですよ。し電話とかも何でもすぐやっちゃう人なので、グループ電話とか始まってたらね、だからなんで私がいないんだみたいななってたらしい。こぼさん生涯ゆえのはるか推しありがとうございます。メフィラスさん蒸し暑いタン、そうやなありがとうございます。見つかってよかった本当に、もう私どうしようかと思いましたこのまま。なんか情けない気持ちと、もう情けないことはもう十分受け止めるからとりあえず見つかってほしいっていうことなんですけど、冷静にあの
その中でもう一個分かったことが、マナーも音もバイブもないのに、私なんでいつも LINE の通知気づけるんだろうと思ったけど、多分ずっと持ってるんでしょうね。ずっと持ってるから表示されて LINE 開いてるっていう状況だから、私携帯を置いてないんだなっていうのはちょっと怖いなって思いました。ガチな依存症っていうか、じゃないとだって LINE のね返信とかも気づかないじゃないですか。すごいなって思いました。電話が来ても音も何このブーブーブーも鳴らないんですよ。 LINE 電話もしっかりなんですけど、でもまあ唯一イヤホンしてたら音鳴る気が鳴らないかな。あ、鳴らないかも。すごいよね、本当に見つかってよかったですっていうことがねで12時過ぎてからずっと私それしてて何やってるのって思ってましたね。本当にもう何してんだ、何しちゃうんだよ、本当にびっくりでしたね。っていうことをありつつ、まあこれまた全然関係ない話なんですけど、だからまあそれより一応大事なことがあって、まずあのラビリンス14位ありがとうございます。なんか中間発表早いですよねいつも一回早すぎて、私普通にラビリンスしてて、あ、みんな755で、違う、なんだっけ、ツイッターみたいなのかな最近初にで、みんながないや、とてもいい感じではないですか。あのね、もう最後にで狙いすぎやな10位だからねえ、もうみんなねちょっとやっちゃってますねあのもう最後に私も入れます。昔はさ、もうすえ、なんでそれかわいい、シモのうち増中ハルタン携帯見つかったってヨウさん、ありがとうございます。ありがとう、かわいいのそれ何なんだろう、短冊かわいい。あ、唐津豪のあなたの出演熱望メールが読まれてるって、ありがとう。ちょっとでも明るく、はい、あんまり変わります。このなんだったっけ、なんて読むか忘れたけど、これなんかね、普通のフィギュアよりちょっとなんかリアル感が強い、ゲームセンター行ったんだけど、それで見つけたからやりました。けどフィギュアってこうね、撮るの大変な方法のやつの方が多くて、感じピンクだし、なんかこれの2種類あって、セピアカラーの服みたいなのあったんですけど、めっちゃ迷ったんですけど、こっちにしました。やっぱブルベなんで大きいかな、顔くらいあります。結構かかったから、この40センチドール結構ガチドールがある、あのね気になってるんですけど、結構ほんとそっちの世界に手を出したことがほんとにないので、その買い方とか俗に言うお迎えの仕方とかちょっと無知なのけど、本当に種類がいっぱいあるし、どこで買うとかネットとかめちゃめちゃ難しくてって感じで、画像ばっか見てます。ドールのメンバーにもね、ドール買ってる子いないんだよね。いや、いなかった、いないんだよ。で、私がえ、かわいいと思った、多分ドールって言っても分かんないかもしれない、こういうドールでガチドールって大きいです、ありがとうございます。そう、暑いね、何これ、何これ前髪は、
そうなんですよっていうちょっと趣味増やしたいなっていうちょっと最近でもね一体一体がちょっとね本当に勇気いる選択って感じなのでなかなかなんですよね。そういう気になってて私のファンの方でドールは聞いたことないかな言ってないだけで持ってる方とかいるのかな本当にねドール持ってる人に話を今聞きたすぎてでもいないから周りにちょっとこのツールを使ってもうどなたかいないですかとか言ったらさすがにちょっとズームつながしていただいてって感じなんですけどっていうねまあこれはフィギュアとして普通に飾ってかわいいよくない？あ、かわいい。サイドアイなんだね。知ったような口聞いてるけど、サイドアイがあってるかどうかわからんけど。いいねー。7月、本当に7月入っちゃいましたね。顔丸くなっちゃいました。ちょっと、ダイエット頑張ろうっていう気持ち。ちょっと目が動いてるよね。あみんなの動くかもね乗るパターン普通に UFO キャッチャーのコツを教えてほしい。あでもなんかねこれはよくさ丸いなんかスーパーボールとかにここを置いてやってここ鎖でつながっててそれをこうボールのやつをこうやってキッキッてして落とすみたいなあれ滑らんのよね本当に。いや落ちてもいいやろっていう角度なんですけどなかなか落ちないみたいな。あ、モヒカンの花輪さんありがとうございます。なんですけどこう地道にこうやってずらしてずらして、まあ、本当に地道にずらしてたら、まあ、落ちるんですけどそう時間がかかるんですよ。確率器とかじゃないか本当にかすっちゃう時もあるし。でこれもう一つ方法があってなんかそれは私初めて見たんですけどちょっとあんま説明難しくてでもそれを最初にそっちをやってたんですけどこっちの方が簡単そうだなと思ってだけどこうやっぱ慣れてないやつだとダメやなってなって途中でそのいつもこうキュッキュッキュッにシフトしてやりました途中から。最初はこっち結構やってましたね。10回ぐらいはこっちの方法でやってでシフトしました。今日何してたの？あ今日は家族のちょっとあれ予定みたいなのがありましてちょっとありがとう嬉しいなこんばんはこんばんは。いいよねその HK でリカワってさ気になるよね。みんなが本当に好きな曲をもはや入れてると言っても過言ではないぐらいなまあまあまあぐらいなぐらいなぐらいな感じないけど。梅流多祖さんありがとうございます。ゴールドレッスンもまだです。そうそうそう春に別れて夏限界だね耐えられず僕の前に君がいる。え？お？あ？あれ？倒せてる。あと1回でした。やってくれてたよな。ありがとうね。なんて私は甘えて生きている人生だった日本語編ああなんていう ありがたすぎる。ありがとうありがとう。それでは受け取りボックスで。はあ、ありがたやありがたや。
かもこのさラスイッチでさあと1個で倒せるっていうとこ。なんだろう。ゲー明日はまだ。ビーステにみんな座って歌ってたの懐かしい。懐かしいね。確かに長かったよね。あれ目の前来たらあのみんなこうどこ見たいか分からないみたいなねなるじゃないですか。私たちもちょっと恥ずかしいもんね。いいですかねお邪魔しますねみたいなちょっと感じになるんですよ。あ前失礼しますねみたいな。なのでねめっちゃ暑いな。マッハさんありがとうございます。あ関東ずっと雨みたいですね。梅雨だもんね。そりゃこのマジでかわいい。何の配信って思われるかもしれない。でもいいんだ私はこれかわいすぎる。このマントとかいいよな。私もうこんなんかわいすぎるもんね。こっから手とか出したいもん。あと3分ですね。今宵もパーティータイムよ。あちなみにあええあ絵文字がね無事取れましたよメールの。あと2分。あと2分。はい。私が今日インスタに載せた。アジサイの色めちゃめちゃ可愛くなかったですか。もう私の好みの中共感物求めるわけではないですけどめっちゃ可愛くって何やこれやと思って本当に見つけて嬉しかった。道端にあめちゃめちゃ見れないあったんですけど。あ何やろなんか多分的な感じに。なんかアジサイって枯れても可愛い。結構街中とか道端で咲いてるのとか見るんですけど、もうそろそろねもうアジサイ終わる。もう終わってんのかなみたいな感じだからね。ああいう色のやつが増えてるんかなと思って可愛いなって感じです。可愛いよね。本当はガチガチにアジサイ見に行きたかったんですけど、まあ、結構あっという間にね終わっちゃいます。意外と早い時期にもう時期じゃなくなる。日本語大丈夫。あと1分新これはなんか出たかわいい水に水を入れて、これ500ミリリットルなんですよ。だこれを4本飲んだら2リットルになるっていう魂胆です。レッツゴー。22時になりました。ちょっとレッツゴーします。とりあえずどうしようかな。どうしようかな。本当にこのさ探索するとこユーフォーデデンデデデンですよね完全。あカルリングをマジカルリングじゃなくてプチリングを2つ使ってワンドックします。いると思います。私はので一旦あと1回のところ倒せるとこにして、よしじゃあいきます。プチリング使用してワンコ、よしいきます。いいよレッツゴーよ。こんばんは、こんばんは。神の矢を本日も通させていただきまして
もう減るわね、カタミンマックスが。てか明日はリセット公演ですね、久しぶりの。久しぶりではないけど、久しぶりの1週間ぶり、まあ、ほぼ1週間ぶりですかね。楽しみやな。あっ、いっぱいもらえる、ボールが全種類もらえる、イエーイ。今回初めてでしたね。ダイヤモンドは、いや、予選の時も出なかった。虹色仮面は初日に出ましたけど、ダイヤモンドはなかった。あれれって感じ。あれれ、おえ、久しぶりのリセットだから楽しみ。わお、すごいね、1年、やばいね。初見です。 ありがとうございます。あ、こっちが本体です。どうぞよろしくお願いします。私はサブです。あー、出ていかれちゃうかもしれないこのルーム。こんなボケしてたら嘘ですよ。新しいカメレア、ああそうやね、新しいカメレアが出てきてますね。せやねんな、出てきてるんですよ。こんばんは、こんばんは。こういう時みんなさ、激レアも倒してます、それともカメレアに一本絞ってますか。気になるよな。私は間違って押しちゃって激レアの時を倒す時があるけど、まあ、基本的には紙レア、プチリングとか使ってる時は紙レアを基本的に倒してるんですけど、まあ、正直言うと今も激レアを間違って押しちゃって倒しちゃったんですけど。どう、みんなは。でも間違って押しちゃいません、紙レアだけ。あ、出てきたな、全部倒す。あー、分かる、どうするべきなんだろう。そうだよね、もったいない気もするし、でもどうなんや。あー、 VIP なら全部倒してるよ。なるほどね。でも間違ったとしてもあっちゃーってならなくていいんかなって思うってことね。確かにね。間違って押しちゃうんだよね。こう結構連続タップしてることが多いから。あ、リング時間終わってから倒す。なるほどなるほど。今日から新しい職場でめっちゃ緊張して、うわー、お疲れ様です。新しい職場って私こう経験したことがないからすごいなって思うんですよ。それこそお友達が今日から新しい仕事始めたとか、妹がバイトしたとか、すごいなって思うんですよ。だって一からこう覚えて慣れていかないといけないってことじゃないですか。すごいよね。で、まあ外仕事の時とかと同じ気持ちになる、もうずっと似てるけど、まあ、似てないような似てるようなみたいな感じなんですかね。いや、ほんとすごいよね。がもうすごいんだけど。みんなね、だってさ、それぞれの職場でさ、学校もしかりなんだけど、いろいろあるじゃない。なんでこんな思いしなきゃいけないのみたいな時もあると思うんですけどね。もうみんなそれを過ごしてるだけでも本当に偉いよね。偉いよ、本当偉いって思うな。プチリングがなくなりそうなので、あ、すべて星を投げました、ありがとうございます。よし、プチリング使います。5分5分だからね、ワンと一緒だから、ワンが。あ、移動してお店が変わる方が多いので大変です。まあ大変だよね、マジで。
何なんですかね、新しい環境って本当。思うけどことがね、いいですよね。この紙で屋だってさみんなからどんどん倒されるわけやる。もしかしたら緊張しとるかもしかしたらこうラグはほぼないです。あの日本そのゆかちと3人とやってるとしたらほぼ変わらない。まあちょっと場所によっては左右するんですけど、ほぼ変わらないですね。まさかフランスにいる電波と思えないぐらいめっちゃ自然です。すごいですよね。向こうは何でなん、ちょうど8時間差、分数が一緒なのがめっちゃありがたくって計算しやすくて、8時間、うん、6時間か8時間差ってこっちが早いですね。で向こうは今夕方とかだと思います。なんかホーム画面にフランスの時計を置いてるんで、ちょうど見れる、ギリギリのねこう感じ。こんばんは、こんばんは。今ラビリンスをやってます、みんなと一緒に。 iPhone はどこも同じ。え、そうなんですか。え、違うと思ってたけど、え、ほんまですか。指姫さんありがとうございます。なんか韓国じゃなくて台湾行った時違った気がするまあどっちでもいいんですけどよし倒せたぞ。ええんじゃないの。よし、いいぞいいぞ福岡。私いいぞって言ったと最近いいぞ福岡って言っちゃうんだよね。まあ反応もされないけど、いいぞいいぞいいぞ、ここか。かわいい。ちょっとフレームアウトしていただいて、ちょっと水を飲みます。皆さんもね水分たくさんとって水分警察だから水分たくさんとってくださいね。水分お化け、みんなが水分とってなさそうやなと思ったら多分メール来ますよ。みんな水分とってねってメール来ちゃうと思いますね。気をつけてくださいね。お疲れ様、まずみんなもお疲れ様、自分もみんなもお疲れ様。いやそうなのよ、本当にね水分お化けで、まあ、ご飯中に特にめっちゃ飲みますね。なんか1日2リットルが、まあ、飲めるといいねみたいな感じに今言われてるんですけど、私余裕で超えちゃうんですよ気抜いたら。逆に2リットル超えないように気をつけるタイプなんみたいな感じなんですけど、特に目の前に水があればあるほど飲んじゃうんですね。握手会とか結構 500ml のペットボトルをレーンとかもう学園とかとかバーって置いてあるんですよ。こうストローさせるような感じで、そういうのあるとね飲んじゃうんですよね。だからこの間の京都のおしゃべり会の時もお昼過ぎに私4本も飲んじゃってて、もう2と足してしまった、どうしようって思って、飲みすぎも多分良くないんですよ。なんでちょっと配分間違ったわって思ってました。そんなこともありつつまあ取らないよりはね取っちゃおうって感じで、
まあ熱中症には気をつけて、健康が一番なんだよね、みんな元気が一番だから気をつけていこう。懸垂部警察からのお知らせでしたということで、あのランキング発表していきたいと思います。1位下の字増中はるたん携帯見つかったやってよさん、ありがとうございます。1位おめでとうございます。2位ただたんたんさん、下半期もよろしく、ありがとうございます、おめでとうございます。3位マッハさん、ありがとうございます、おめでとうございます。あ、しゃっくりがはい4位しげたかさん、ありがとうございます、おめでとうございます。5位ピンクのりたまさん、ありがとうございます、おめでとうございます。6位たいすけ上野はるかちゃん推し、ありがとうございます、おめでとうございます。7位みのるたんたんさん、ありがとうございます、おめでとうございます。8位カーマインさん、ありがとうございます、おめでとうございます。9位しんたんたんさん、迷子のピンクちゃんが無事保護されたんたんさんありがとうございます。そう、なくしたことより携帯の名前ピンクにしたことに皆さんね、こう反応をいただきまして、確かに普通じゃないか、もう何年もピンクなのでそうよね。10位こうたんたんさん、ありがとうございます。1位つよしさん、ありがとうございます、おめでとうございます。12位あかしさん、ラベニス頑張ろう、ありがとう、おめでとうございます、頑張ろう。13位はるたんしゃっくりです、なるきちゃん早くない、すごいね、ありがとうございます、おめでとうございます。ということで7月入りましたね。7月1日下半期もよろしくお願いします。6ヶ月で終わると怖すぎるんですけど、まあ、夏はこれからだぜって感じでちょっとね楽しんでいきましょう、7月もね。明日はリセット公演よろしくお願いします。ユニットなんだったっけなって感じで、ちょっと今ちょっと一瞬見ちゃおう、私の顔で悟ってください、自分も分かんないというか、あーお、あ、そうなんだ、そうなんや、なるほどね、え、あ、そうなん急にあ、みたいな感じです分かったかな、ちょっと若い、ちょっとやりすぎたかな、バレちゃったかもしれない、あ、はじめまして、ブリーチ何回してますか、あ、5回くらいしてます確か、多分前頭は5回してますね、でも短いです、はい、あのためになったらいいなと思います。それでは明日もよろしくお願いします、バイバイあ、じゃんけんしよっか、それでいきます、最初はグーじゃんけんポンチョキかいっていう夏髪が まだね、ナビニュースあるんでチョキは続けていこうかなと思います。それでは今日もありがとうございました、バイバーイ、また明日、イエイ。